はい、どうもこんにちは、デリシキッチンです。今日はフライパンで簡単ぶり大根作っていきます。まずは流水にぶりをくぐらせていきましょう。水分をしっかりと切っておいてください。そしたら2等分に切っておきます。全体にお塩を振りかけます。さあ、このまま5分から10分置いてから洗い流しましょう。そこにお酒を振りかけます。沸騰したお湯をかけていきましょう。こうすることでぶりの臭みが取れます。次に大根を輪切りにしていきましょう。皮を剥いていってください。フライパンに 50cc の水を入れていきます。そこに大根を並べて中火で蒸し煮にしてください。串が刺さるようになれば OK です。裏返してください。そして隙間にぶりを入れていきます。さあ、お水を 150cc 入れて沸騰したらアクを取っていきましょう。次に味付けをしていきます。生姜、お醤油大さじ4、みりん大さじ2、あとお砂糖大さじ4を入れていきます。このまま落とし蓋をして弱火で15分煮込みます。はい、こんな感じで出来上がりました。もし動画が参考になったらいいねかチャンネル登録お願いします。リクエストもお待ちしてます。それでは Thanks for watching. See you next time. Bye bye.